時に2月15日、我が猛攻の前についに屈したイギリス軍は我が軍門に下る。八旗を掲げた敵将パーシバルは、指定せられた会見の場所、フォード自動車会社跡に小然たる歩みを進める。やがて我が山下最高指揮官もこの場に到着。旅順会場の水師営会見にも必すべき歴史的両将軍の会見が始まったのである。山下将軍はまず敵側代表の声明を問いただし、直ちに会見の本題に入る。我が軍の望むところはもちろんイギリス軍の無条件降伏である。敵将パーシバルが即答を嫌って、あるいは明日に、あるいは数時間後にと返答を渋る。山下将軍は語気鋭く、明日とは何か、即刻の返答なくば全軍に命じて猛攻撃を開始する。それでもよいかと詰め寄る。パーシバルは答えに窮し、しばらく躊躇の色を蒼白の面上に漂わす。敵将の返答を待つ山下将軍は、この一瞬の沈黙を破るように、無条件降伏か、イエスか、ノーかと最後の決定を促す。敵将も心に至ってついに意を決し、日本軍の要求を全面的に受け入れることになった。
くて日本軍に対する抵抗を前線にわたって停止する手はずが取り決められたのである。